落ち着きが始まってますよね、色調的にも、うんうんうん、トリュフまでいかないけど、うん、ちょっとこうキノコっぽい感じは、うんうん、またオープスワン？エグザイルの小吉さんにオーパスワン飲ませてみたということで、エグザイルの小吉さん参戦です。小吉さんといえばワインエキスパートの資格も取得されており、大のワイン好きとして有名なのです。しかし芸能人の方だからといって手加減はしません。もちろん一切やらせなし、忖度なしの真剣勝負で挑んでいただきます。果たして小吉さんはオーパスワンだと知らずに飲んでいくらの値をつけるのか、伝説誕生の瞬間を見逃すな。さあついにこの映画やってもらいました。あの思いっきりもうサムネに載ってますから、あの視聴者の皆様はねお気づきだと思うんですけども、スペシャルのゲストが、はい、あの格付けにも登場された、いや本家のね、本家の方に出てたから、はい、ということで、EXILE の小吉さんです。ありがとうございます。まずそのなぜというところが皆さん気になってると思うんですけど、はい、まあね、お二人の関係性ですかね。そうですね、実は村川さんとは、はい、長吉さんの方からぜひ。そうですね、はい、ワイン仲間でもあり、そうだね、はい、そしてねキングの太蔵さん、いやいや僕も、はい、もう何度もこの間はご自宅に、はい、伺わせていただいて、はい、いろいろ楽しませていただいております。でもちろんそのエキスパートの資格もお持ちで、はいはい、それ何年前でしたか。それが2021、はい、はい、2だね。そうですね。なるほど。そうなんですよ。まあ実はもうワインに詳しい方っていうのは我々の中ではもう重々に承知してまして、はい、ありがとうございます。ちょっとこうソムリエに近い感覚をもうお持ちですよね。あのね、はい、マジで最近ワインの仕事が増えてきてる、はい、あんまり上げないようにして珍しく緊張してますこれは貴重な映像になりますね。緊張してます。貴重な映像になりそうですね、はいはい、そんな小吉さんに、はい、忖度一切なしの一切なしでチャンネル、はいということで、はい、では小吉さんを迎えました、はい、今日もブランディンスクのレッツ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてなるほど、色調はちょっと温度高いかもしれないですね、うん、黒系って感じじゃないかな。結構、うわっ、なるほど、暗すぎない、赤いベリーの香りが、おいしい、うん、いいワインだ、うん、甘みあるんだ、うん、僕を見るなちょっと、ね、結構ね、うん、かでもちょっと黒っぽいフルーツの方が多いかなって、うん、それが結構熟してるというか、うん、まあ、ちょっと枯れた感じとかもあって、うん、最初ね、香りが赤いじゃん、すぎないですよ、ね、いやそうですよね、うんうんうん、ちょっと落ち着きが始まってますよね、色調的にも、うんうんうん、ほんのりこう、ダメシガーっぽさとか、まあ、若干タバコっぽい感じとか、うんうんうん、ちょっと若干あったりとか、うんうん、キノコっぽさっていうか、まあ、トリュフまでいかないけど、うんうん、ちょっとこうキノコっぽい感じは、うんうん、晴れやかな感じではない気がするな、うんうんうん、陰か陽かっつったら陰なイメージが確かにあるね、うん、深みの方ですかね、うん、分かりやすさよりかは、そうそうそう、ドコーンとくるよりもどちらかっていうと甘みが気になるな。でもこれヴィンテージむちゃくちゃしっかりとしたいいヴィンテージが今落ち着いてきてるっていう風な感じがするんだよね、うんうん、若すぎない、なんか、ね、若すぎないけど16とかそっち系の感じかな、18か16かっていう風なイメージ、うん、ある程度仕上がってますもんね、うんうん、難しいのが、そう難しい、ニューワールドかオールドワールドのこういうちょっとこう、なるほど、こうタイプなのかっていうのは難しいところです。難しいな、まあ、ちょっと熟成入る分、うん、ちょっとってか熟成入ってる分、うん、その判断をこうどっちに置くかなっていうのがすごく難しいワインですね。ただいいワインですよ、うん、またオープスワン僕たちね、もうこれがトラウマですよね黒歴史だからオープス2はないオーパス2ね、分かんないですよ。ちなみに白木さん、一番よく飲む産地のワインってどのあた、世界中でどのあたりが多いですか。自分はやっぱりブルゴーニュ中心というか、うん、はいはい、そして、はい、アメリカも飲みますし、アメリカも、はい、そこら辺が一番多いの、一番、まあ、多い感じかな。やはり、まあ、得意、そうですね、はい、なるほどですね、
消費者のコメント待ってます。いやそうですよね。これカメラの向こうに。一発目ちょっとこんな難しいの来ると思わなかったな。忖度なしでやらないといけます。そっか。僕はもうフランスかアメリカか、うん、まず新旧だったらまず考えますけど、まあ、フランスかな。しっかりしてる感じ。アルコールそんな高くない感じもするし。アメリカのアルコールは高くない。アルコールはそんな高くない。うん、なるほど。そんなある、うん、13.5 から14の間13.5とかそんな感じだ、うん、から14なんだけど味わいどうなの、うんうん、タンニンがむちゃくちゃ強かったよそんなのねなんかしっかりはあるけどそうだねこなれた感じはあるけど、うん、ただこう割とこうストラクチャーははっきりしてるというか、うん、酸もあるし、うん、なるほど、はい、このタニックじゃない感じが熟成から来てんのか、うんうん、グリップあるよねちゃんとねグリップあるけどちょっとこなれた感じがその熟成から来てるのか、うん、こうニューワールドでこう、うん、こなれてきてるのか、うん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 、ということで誰からいきますか誰からいきますかお師匠から先にちょっと背中見に来いよみたいな出たはい、メルロ主体カベルネブレンド、はい、でボルトウガンカベルネはどっちのカベルネしましょうソビニョンでソビニョンではいで2016年かなサンテミリオン、まあ、2016、はい、かな価格ですね価格、はい、結構いいと思うんだよな、うん1万あそんな2000円ぐらいにしとこうかな1万ですいやもうちょっと上でもいいと思うんだけどちょっと怖い金額言うのが本当に怖い、はいまあ、1万2000円ぐらいに1万2000円しましょうか、うん、はいありがとうございますでははい行きましょう大鳥さん、はい、次はいや自分もね、はい、最初カベルネソービニオンらへんかなと思ったんですけどオーソドックスはこの甘さがどうも気になるんですよ、うんはいはい、それがちょっとのなんかこうネックになっていて、うん、なので、はい、ボルドーっていう感じじゃないかなって思ってるんだよなおー師匠の意見を真っ向から否定してますもうちょっと下に下がって、はい、なるほどちょっと太陽がほんのちょっともうちょっと入ってるような温暖な産地よりなので、はいうんスペインとかないかなと思ってるんだよな、うんうんうん、品種は、うんうん、じゃあ、うん、でもボルドあカベルネで、うん、リベラデルデュエロ的な作りだったらもうちょっと南西側は強い感じがするので、うんうん、なんかすげえニュートラルな天ぷらとかこんな感じないかな、うんうん、なるほどニュートラルねこれ確かにバランスがいいです、ね、バランスがめちゃくちゃいいそういうところがニュートラル酸もちゃんとバッチリあるし、まあうんってことはやっぱりリオ派とかになりますよねリオ派でいきますか、うん、スペインのリオ派でいやもっとオレンジかそうなるといやちょっとこれめっちゃ迷うよやばいなこれだから18ぐらいの18はい2018年、うん、天ぷらにだからリオ派ですねリオ派で、はい、はい価格ですね、はい、5500円、うん視聴者の皆様聞きましょうか5500円とありがとうございますさて斉藤さんいきましょういやこれ難しいのが、まあ、先ほど言ったら皆さんも想像すごい迷って4択ぐらいで迷ってて、うん、ニューワールドのカベルネソーヴィニオンの可能性もあるなと思いつつ、うん、あとはそのさあのウガンのメルロー主体の結構いいやつ、うんうん、かあと2つあるのが一応テンプラニーノでいわゆるリベラデルデュエロの結構いいやつかアメリカンオークあんま使ってなくてもしくはトスカーナのスーパータスカの、うん、あの、うん、いわゆる、うん、そっちのカベルネソーヴィニオンなんだけど、うん、結構こうありますねいい樽使って酸化的にちょっと
僕なんかメルローとサンジョベーゼのブレンドも考えたんですよ、はい、けど、まあ、やっぱりメルローかなーと思って、うん、結局まあ最初の印象のボルドーにしちゃったけど、うん、でもほんのりスッとする香りがあるんですよね、そこがやっぱ気になってて、うんうん、まあでも僕最終的にはフランスにします、メルロー主体の、はい、メルロー主体で、はい、カベルネフラン、カベルネフランフランの、ヴィンテージ難しいな、ボルドーでいいですね、ボルドーでいいです、フランスボルドーの、ウガンの、うん、サンテミリオン、サンテミリオンで、はい、こんな甘くなりますか、ベルローが、はい、結構果実感出してるんじゃないかなっていう、そっか、いや、これ正解わかんないからねいや、違う、ごめんなさい、ポムロールします、ポムロール、はい、ヴィンテージがなやや、うん、そうなんですよ、ねね、2014、価格です3万円、なかなか言わないですね、3万円でした、3万は言えないな、おお、勇気あるわ、レベルが高いと、はい、ということで結構高いと思うんですよ、高い、高い、高い、クイズはないでしょうか、大丈夫ですか、めちゃくちゃありますね、いや、出せないですね、いや、難しいな、これは、はい、出しちゃ、一発目で出しちゃっていいですか、出しちゃいます、はい、ということは当たってんですね、いや、当たってなくても出るんで、そう、正木さん、はい、ようこそブラインドワインテイスティングへようこそ、おわーまたかよいや、ちょっとこれは分かんなかった、オーバースですか、そうようこそおいでくださいました、ようこそおいでくださいました、ありがとうございます、また、はい、同じミスした気がする、前回は2019なんですけども、今回は2018年です、ということで正木さんにズバリね、ヴィンテージは当たってましたね、はい、でまあ、カビネソービニョン主体ですから、まあ、今日はね、ヴィンテージちょっと古いなとかね、 あとは美味しいので上質なワインだっていうのは皆さん合ってましたけども、はい、まあ、ただオーパスワンっていう言葉が、ね、一応出てました一応価格ですね、フルボトル換算で8万円です、高いんだよフルボトル換算本当にくそ、ああ。あれなんかちょっとシーンとしちゃいましたね、でも、はいはい、明確に19年と18年はやっぱ全然違うなって、違いますね、あれから僕は呪いのように19年をいろいろテイスティングいろんなことしたんですけど、前回が19年ですけど、やっぱ19のがちょっともう、うん、やや軽いタッチというか、はい、18の方がやっぱり重いというか甘みがちゃんと、19の方がちょっとエレガン、はい、19ってなんかいろいろといろんなところの生産者がやっぱブルゴーニュよりになんかこうなんか作り方変えてきてるような感じがするんで、本当になんか18までだったらなんかあオーパスワンって言われたら、あ なるほどねっていう風になる、うんうんうん、こっちの方がオーパスワンっぽい味がする、うんうん、19から完全に野生酵母っていうかあれ、うん、使うようになったって言ってましたけど、ね、なるほどなるほど、まあ、でもそうか、やばい、このスッとするだからそっちに行かなきゃいけなかったかなって、だからやっぱりユーカリ系のあれがあったのか、そうですね、アメリカだったのか、確かにスペイン系のニュアンスもありますよね、はい、すごく気持ちわかりますけれども、くそ、そでは最後正木さんのお一言、はい、感想いただければと思います、いやちょっと砕け散りましたね乾杯して終わりましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、A と B の前にどちらが高級でしょうか、制限時間30秒です、心の準備は大丈夫でしょうか、はい、うわ難しい、 A と B 高級なのは